皆さんこんにちは、Y さんです。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。本日はですね、こちらデイサースから出ていますマグセーフ対応 6000mAh のモバイルバッテリーをご紹介いたします。最後まで見ていただけたら嬉しいです。それではレッツゴー。はい、こちらの製品 Amazon で販売中です。ここ数年で有名になってきたベースアスというメーカーの製品となっております。 iPhone15 が最近発売されまして、さらにマグセーフの対応機会が増えてきたと思います。それでは本日こちらの製品をレビューしていきたいと思います。まずは開封していきます。はい、中にはこちらの可愛らしいシール、そして説明書、保証書で本体タイプ C ケーブルが付属されています。こちら保証書に関しましては、様々な国の言葉に対応しており、日本語は31ページということで、しっかり日本語にも対応しています。このような形で日本語で説明書ございます。で、このシールがなんか可愛いですよね。シールが付いているメーカーさん珍しい気がします。もし他にもシールが付いている知ってるメーカーさんがいたら、皆さんコメント欄で教えてください。で、本体見ていきましょう。こちらとなります。20W と書いています。付属のタイプ C ケーブルで、有線として使用する場合は 20W の急速充電に対応しています。そして iPhone をマグセーフで充電する際は 7.5W 出力、そして Android スマートフォンの場合は最大 15W 出力で急速ワイヤレス充電仕様となっております。自動的にデバイスを認識できますので、AirPods Pro などのワイヤレスイヤホンケースも対応できます。しかし Apple Watch の充電には対応していないそうです。で、この白色のデザインがとてもいいと思っています。この黒のケースと相性抜群です。で、こちらスマホは iPhone 15 Pro Max ですが、このサイズ感ちょうどいいです。持ち心地めちゃめちゃいい感じです。このあまり分厚くない感じが本当にいいと思います。容量は 6000mAh と少し少なめではありますが、 iPhone を1回以上充電することができるので十分ではないでしょうか。こちらのライトの部分で残量がわかります。こちらに電源ボタンございます。で、タイプ C のポートがございます。で、こちらのマグセーフですが、もう皆さんご存知の通り iPhone12 から搭載されています。これかっこいいですね。しかし動画なのでつけておきます。 iPhone12 からマグセーフは搭載されています。なので、こちらの充電器購入される方は基本的に iPhone12 以上を使用している方がいいのかなと思います。 iPhone12、iPhone13、iPhone14、iPhone15、こちらの4つのスマホ持っている方が結構こちらの充電器、使う用途に入るのかなと思います。ピタッとくっつきまして、このアニメーションといいますか、マグセーフのこれがかっこいいんですよね。本当にかっこいいと思います。で、こちらのベースアスの充電器、ちょっとここに 20W と書いてあったり、こちらの横のワット数とかの情報は必要なものではありますが、結構なんか文字が多いなという印象ではあります。ですが、この 20W というのはそこまでデザインを邪魔していないとは思うので、使ってる分には全然僕はいいなと思います。なんか純正の感じに似ていますよね。こちらのベースアスという文字はかっこいいと思います。こちらの面見せましたが、しっかり PSE 認証品ということで安心して使用することができます。磁力マグセーフ対応の充電器につけてたらめちゃめちゃ強いです。普通に振るぐらいではもちろん取れません。なので、外での充電にもってこいです。で、もちろんですね、今こちら電源入っていない状態ですが、 iPhone をくっつけると自動で認識されて充電の電源が入ります。こういう風に充電されます。自動認識となっていて、こちらはですね、ベースアースの企業理念によって充電をより早く、より操作しやすくということで、電源ボタンを押さなくても充電できるよということになっています。ベースアースの企業理念、非常に素晴らしいと思います。こちらのモバイルバッテリー12ヶ月の保証付きということで、初期不良などあっても安心です。そしてこちらの厚さですね、厚さ 16mm ということで、だいたい通常の企業さんのマグセーフモバイルバッテリーは 19mm ぐらいあるのですが、ベースアースのものは 16mm となっていて、他社のモバイルバッテリーより約 20% 小型化されています。確かに見た感じ結構小さいです。そしてパススルー充電にも対応しています。
なのでこのように iPhone をくっつけて、さらにケーブルさしてあげて、このままコンセントに充電しながらでも充電することができるよという機能となっております。手触りも良いソフトシリコン素材を採用していて、手にもとても馴染みます。ケーブルの長さもですね、こちら付属ケーブルになりますが、30センチ長さあるということで、持ち運びにもちょうどいい長さとなっています。なのでこういうケーブルも付属されているの、とても嬉しい点ですよね。重さ言い忘れていましたが、こちら 146g となっております。 146g ということで、そんなに重くないです。もちろん iPhone に重ねると、少し重さ増えます。それは、しょうがない点ではありますが、重さを必要最低限に抑えるという意味では非常にいいと思います。さらにですね、こちら iPhone 15シリーズは今回iPhone 本体の重さが少し14などよりも抑えられていますので、さらにマグセーフのモバイルバッテリー使いやすくなったのかなと思っております。こちらの製品のお値段ですが、 Amazon 価格で4199円となっております。4199円ということで、かなり安いと思います。しかもですね、 Amazon は定期的にセールが開催されています。なので全体で購入できるんじゃないでしょうか。いや、こちらのコスパ最強の 6000mAh のマグセーフ対応モバイルバッテリー、皆さんもぜひ購入してみてはいかがでしょうか。本日はこちらのベースアースの製品をご紹介させていただきました。非常に素晴らしいメーカーとなっております。皆さんもぜひ愛用してみてください。これからも頑張ってまいります。よろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら、ありがとうございました。